はい、皆さんおはようございます。シャトリーの佐です。ちょっと見てほしいのがあるんですけど、これの目の前の絵じゃなくてですね、こちらですね。ウィーン、ガシャー。これですね、昨日ですかね、自宅の方に来てました。で、このこれ、こちらですね、Google AdSense。はい、AdSense ですね。で、こちらがですね、どうやらですね、これ見てみるとですね、ここにですね、台北、台湾、はい、こちらエアメールって書いてますね、はい、空輸便ですね。で、私の自宅の方にこの左下のですね、ちょっとボケっちゃいますね。これどうやったら、こうですかね、はい、このアカウントに関する重要なお知らせということで、Google AdSense から、エアメールが届きました。で、これはですね、何かというとですね、YouTube 動画のですね、広告収入を得るにはですね、この AdSense に登録する必要がある、んですけど、それがですね、私5ヶ月やったらですね、5ヶ月目でやっとですね、その、広告収入が1000円超えました。はは、1000円ですよ。多いか少ないかはあなたで考えてください。そうするとですね、まずですね、その、自分のその広告収入を振り込んで、まあ、アドセンスから振り込んでもらうんですけど、その口座を、このインターネット、アドセンスのインターネットのホーム上で設定します。っていうか、できるようになります。1000円超えると。で、実際これは何をこの手紙でするかというと、私がその、アドセンスに登録した住所ですね、自分の住所が、ちゃんとその、実在する住所かっていうのを、まあ、アドセンス側がこれを送ってきて、私がこれを見てですね、これ中見てですね、中にピンコードが3桁か4桁入ってて、それをそのアドセンスのホーム、インターネット上でですね、登録すると、無事にその住所の確認も取れるというところで、ですね、その広告収入が約その8000円、約じゃないですね、8000円以上になったら、その自分が指定した、口座にですね、金額が、その額が8000以上、いくらか分かんないですよ。8001円かもしれないですよ。でもそれでも8000円振り込まれるという仕組みになってますんで、いよいよですね、私も YouTuber としてですね、やっとその最低限のボーダーラインに立てたのかなと思いますね。はい。皆さんもですね、コツコツ、5ヶ月で1000円って何のことっていう感じですけど、はい。私のですね、チャンネル登録、者数とかですね、動画の視聴回数とか見てもらえば、大体、そんなもんです。はい。で、実はですね、これ、シャタ農園、メインのシャタ農園以外にも、シャタ2号、それからシャタ3号も、この、一つの Google アカウント、Google AdSense のアカウント、一個のアカウントにその三つのチャンネルが今紐づいてますね。はい。ってことですね。はい。みんな、YouTuber になってビッグになりましょう。はい。わかんないですね。5ヶ月なんで、あと7ヶ月経って、私も、その8000に届かなかったらですね、どうしようかなと思いますね。はい。でも、せっかくだから続けたい気はありますけど、はい。以上ですね。ちょっと、この中はですね、大したこと書いてないと思うんで、裏面を見てきますか？はい。だからですね、パソコンがあればですね、どなたも、面白い動画を作ればですね、広告収入は得られるっていうことが、はい。この私、ただのキュウリ農家ですけど、これが届いたんで、有名ではないですよってことです。現実ですよってことで、はい。ご視聴ありがとうございました。シャトレーヌのシャタ1号、2号、3号がお送りしました。はい。じゃ、また。これなんですけど、これはカラマスですね。はい、これ、ナルトですね。ナルトに出てくる畑カカシですね。で、こっちが、ここが重要です。